やってきてるんですね。まあ、今日ちょっとあのお前あの相談乗ってほしいんだけどさ。乗るならセグウェイがいいな。わかるよ。楽しいもんね、セグウェイね。セグウェイって楽しい。そう、楽しいな。炊飯じゃさ。炊飯いらない。じゃあさ、でしょ。あの、俺の友達がさ、セグウェイ持ってんのよ。え？だから来週乗りに行かない？え、マジで乗りたい。ハンドルないやつ。え、マジで？ああ、じゃあ来週か。うん、一週間後。が楽しみだよね。一週間後待ち遠しいでしょ。でもだから今日は相談乗ってほしい。あ、相談ね。そう、相談があってね。どうしたの？いや、お前さ、いらない8800円って何？何言ってんの？あ、ごめん、ちょっと言葉足りないから。言葉足りない。お前さ、いらない8800円ってない？買い？買い？以前言葉足りない。あと何言うの？いや、違う、意味がわかんない。意味が何？いらない8800円ってどうしたの？いや、この前ね、深夜さ、テレビをボーって言いながら見てたの。船か？そう、船なの。そしたらね、やっぱこう夜中通販番組やってんじゃん。ああ、やってるね。だからついつい買っちゃったんだよね。あ、そうなの、うん、何買っちゃったの？高枝切りわさび。何言わんも枝もねえじゃん。そうなんだよ。だからこれご相談ね。ああ、もしお前にいらない8800円があったら、ああ俺は高枝切りわさびと交換しないかなと思って。え、買えって言ってんの？買えって言ってんの？普通の交換。いらない8800円あればね。いや、ないよ、いらない8800円。この世にねえ。ああ、そう、うん、何言ってんの、そもそもなんでそんなの買っちゃうの、深夜テレビって。いや、見てたら欲しくなんじゃん、やっぱこう深夜の通販番組って。あ、そういうもん。うん、あ、俺ちょっとテレビないから分かんない。え、お前テレビないの？テレビないね。うん、ラジオはないね。車走るほど走ってないし。うーん、車良くない、うん、人をよし行くぞにしといて。こんな大将嫌だってか。嫌だじゃないの、うん、そういうことじゃない、うん、ちょっと今たまたまなくてね。なんでないの？引っ越ししたてでちょっと家具がない。あー、引っ越ししたてか。いいね、楽しい新居は。あー、まあ楽しいけど、うん、前の家がボロボロだったからね。あー、そう、それぐらいが楽しいよ。確かに東京地震が怖いもんな。怖いのよ。よく見たら怖いもんよっつってね。地震、雷親父、火事親父。親父多いね。雷親父はわかるよ、うん、火事親父って何言うの？まあそうそう、家事全般やってくる親父でしょ。家事全般やってる親父素敵やん。素敵やん、まあ、それはいいじゃん。いや、いいでしょ、やっぱ家事とかやってくれたらね。やってくれたらいいよね。うん、どんな家事とかやってんの？まあ俺ルンパ持ってるから。ああ、またそいつがそいつ掃除や洗濯やってくれるね。洗濯もやってるの？ルンパじゃないね。あの、あんま騙しやがった。くそルンパじゃないのか、あいつ。ルンパじゃないよ、それ。だから動き回ってるの、それ掃除だから。そあ、そうなの、ね。ああ、まあだから掃除洗濯やってるけど、うん、水車全然やってないね。あ、水車やってないの、うん、俺は料理やってるけど、ちゃんとね。あ、そうなの、うん、うん、この間料理してたらさ、ちょっとラッキーなことあって、うん、チャーハン作ろうと思って卵パカッとあって、うん、じゃあ黄身2つ出てきて、おお、ラッキーなんだよ。それラッキーか。ラッキーでしょ。え、でもそれさ、うん、本当ラッキーってのはチャーハン作ると思って卵買ったら、うん、チャーハン出てくるってことですね。何の卵？確かにな、卵だけに黄身悪い話だな。あ、大丈夫です。このダジャレは重、白身にかけたかな、うん、よし、こっからこっから助けてくれ。何言ってんだよ、そんな冷たいリアクションすんなよ。えぐー、止まんねえな。めちゃくちゃ出るじゃん、卵関係。今日は出るんですよ、卵がね。うん、何言ってんの？反発するんですよ、なんだ、うん、なんだけどんだけ出んだよ。もうちょっとネタやりましょう。あ、そう、ネタやんだけね。大丈夫、トレーニングジムのネタがありますか。はいはいはい、ご覧ください。うわあ、の力持ちだな。ちょっと声かけてみよう。すいません、そのバーベル何キロ上げてるんですか。あ、バーベル上げてるんじゃないです、僕、体反りです。はい、です。